公園の一部となっている、かつての集落の跡地。オールソープは、イングランドのカウンティである、ノーサンプトンシャー州に位置する、オールソープエステートの敷地内に、かつて存在していた廃村。この村は、15世紀の土地台帳である、ドゥームズデイブックに記録されており、ケーツビー家が所有する荘園があったとされるが、1505年の記録では当地には、借地人がおらず、 おそらくはこの一族が何らかの理由で集落を撤去したものと考えられる。1508年、オールソープの廃村跡地を含むパリッシュ全体がウォリックシャー州ワームレートンのジョン・スペンサーに売却された。1577年にはこのパリッシュ内の土地が分割され、4つの大規模な牧羊場が設けられた。オールソープは住民がいなくなった後も、 行政パリッシュとして存続した。跡地では部分的に土類の痕跡が認められるが、多くは後年の様々な活動、例えば工作によって破壊されている。大きな遺構と言えるものは、周囲の土地より低く掘り込まれた広めの街路の跡で、これは丘の斜面を登るように伸びており、深さは1.5メートルほどある。この掘り込みの南側にはいくつもの平坦面があり、 これらは住居の跡と考えられている。ありがとうございます。